酪農が盛んな真庭市の蒜山地区で乳牛の餌になるトウモロコシの収穫作業が始まりました。高原の圃場を大型機械が走ります。収穫作業が始まったのは真庭市蒜山西茅部にある中国四国酪農大学校の牧場です。このトウモロコシは学校で飼育されている乳牛のホルスタイン種などおよそ50頭の餌になります。2ヘクタールの畑には5月上旬にまいた種が3メートルくらいまで茎を伸ばし実をつけています。酪農大学校の職員が専用の機械を操作し収穫作業を行っていて、根元から刈り取った後、茎や実は細かく刻み、集めたものをロール状にラッピングし保管します。春先から天候に恵まれていましたので非常に高く成長しました。このトウモロコシを食べた牛たちがたくさんの牛乳を作ってくれます。収穫作業は来月上旬まで続き、210トンの収穫を見込んでいるということです。